2年ほど前から縦コースにはお邪魔してるんですけれども、まあ、夜のコースしかないので昼のコースの方が私としてはベストかなと思ってこちらのコースを選ばせていただきました。で、幼い頃に見た舞台すごく一緒に残っておりまして演劇もやってみたいなっていう気持ちもございましたので一石二鳥かなと思って参加させていただいております。やっぱり縦ですね、15年ほど前に上野隆三先生ちょっと褒めていただいたことがございまして、習いたいなと思ってたんですけれどもなかなか教室がなくって、で、やっと東映の方でこういう機会がございましたので参加させていただいております。やっぱり縦が一番好きです。もう73歳になるんですけれどもまだちょっと仕事の方もしてますし家庭の方も結構忙しいんですけれども、できるだけ時間を作ってどうしても両立っていうのが難しいんですけれども参加していきたいと思います。近い将来リタイアすることも考えて就活のつもりで頑張っていきたいと思っています。